WRVP ウェブランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。はい、今日はちょっと天気が曇り気味ですね。渋谷区は一応曇り時々晴れとなっておりますが、晴れ間は出るのだろうか。ただ現在気温は17度、最高気温18度ということで、それほど寒いわけではございません。はい、なんとなく曇りって感じ。ちょっとジメッとしてる感じあるかな。なんとなく朝そんな気もしたんですけれども。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、このまま、そこまで下がらないかな。でもまあ、8時には15度、9時には14度、11時には13度、1時には12度。うん、でも言うてもまあ、一桁にはならないぐらいな感じですかね。はい、明日は晴れで19度、最高気温の予報でございます。はい、そして本日、毎週木曜日は、スクールオブヒップホップと題しまして、いろいろヒップホップの歴史をお話ししていく日なんでございますけれども。今日はですね、ファーストプライオリティミュージックというレーベルを、特集しようと思っております。まあ、オーディオ2とかね、MC ライトとか、その辺のレーベルなんですけれども、その辺の話をしながらいけたらなというふうに思っております。ツイッターの方チェックしてみましょう。ハッシュタグ WREP をつけてつぶやいていただけたら番組中拾うのでよろしく。A ちゃん、ジブさん皆さんウェイヨー。610、ジブさんウェイヨー。スクールオブヒップホップよろしくお願いします。こちみ、キンコンカンコン。お勉強の時間です。ともひこ、ジブさんリスナーさん、セイハロー。本日の木曜講座よろしくです。アイカルチャレンジ、ウェイヨーです。ジブさんありがとうございます。昨日ランブレ聞きながらラビオリ買ってきました。おー、美味しいし、茹でるだけで簡単美味しい。ズボラ主婦の強い味方でございました。また何かあったら教えてください。そうなんですよ。これ簡単で超楽じゃない？チャビン、ジブさんこんにちは。天気はいまいちですが、桜が綺麗ですね。今日の講義もよろしくお願いいたします。カオリン、こんにちは。ちょっと仕事でバタバタしながら聞きます。とりあえず何があっても少しは聞く。ありがとう。りょうへい、こんにちは。春休みが始まるぜ。自分は社会人ですけどね。春休み、始まってほしいですな。しんちゃみさ、じぶさん、皆さん、こんにちは。お勉強の日、よろしくお願いします。タク0824、よっしゃ、授業始まった。モミカ、じぶさん、ウェイよ。ランチしながら拝聴します。今日はほうれん草の全粒粉パスタ。うまそう。他はどうでしょうかね。上の方に行ってみますか。どうですか、どうですか。リサ、ジブさんこんにちは。こちらは天気いいです。講義拝聴します。チョキ君、今日もよろしくお願いします。カツヒサ、ジブさん皆様ウェイよ。今日も聞いてますよ。メイクドナルドアプリインシキ、本日もよろしくお願いします。エンザサナダマル、ジブさんスタッフの皆さん、お聞きの皆さん、はい、こんにちはです。はい。ということでですね、今日25日給料日でございますな。皆さんホクホクかな。もうすぐね、レップも、4周年4月1日で、5年目に突入ということなんですけれども、この放送もですね、この番組、ランチタイムブレイクスのスクールオブヒップホップ、ちょっと4月からは、少しゲストを招きながらやってみようかななんていうふうに思っておりましてですね、早速4月1日、ゲストが決まっております。この番組の最後に発表しようかな。はい、そんな感じですけれども、まずはとりあえず今日さっきも言ったように、ファーストプライオリティミュージックレーベルの、特集ということでですね、FPM って書いてあるね、あれね、レーベルね、はい、オーディオ2や MC ライトなどを出していたところなんでございますけれども、ここんち、まずまあ、どういうことかというと、オーディオ2はね、ラッパー2人組、ミルク D とギズモの2人組なんですけど、ミルク D さん、ミルク D さんのお父さんですね。お父さんが社長で、まあ、自分の息子を売り出したいってことで始めたレーベルということで、なんかミルク D 非常に、そういう意味じゃなんか何ですかね、シルバースプーンな感じのラッパーさんという印象を僕はもう初めから受けてましたけれども。はい。そんな感じでですね、オーディオ2を中心に始まっていくレーベルなんでございますけれども、まずは、オーディオ2の、ファーストシングル、こちらは1985年リリース。
なってます。86年かもしんないな。85年だったかな。ちょっと番組、曲終わるまでに調べておきますが、これが一番初めのリリースです。Audio to Christmas Rhyming。WREP Web Lunchtime Breaks お聞きいただいたのは Audio 2のファーストシングルクリスマスプライミンでございました。これやはり85年ですね。ただね、この曲自体はファーストプライオリティミュージックからはで、リリースではなく、多分、なんかこう、インディペンデント的なとこかな、 MCM レコーズと書いてありますけれどもね。はい、そちらからのリリースなんですけれども、まあこの後に、まあなんだお前そんな感じでデビューしてんのか、だったらお前らのレコードを作る会社をお父さんが立ててあげようじゃないかと言ったかどうかわかりませんけども、まあやつあの MC あミルク D がね、いろんな人たち声かけたりして、レーベルが立ち上がっていくんですけれども、まずこのファーストプライオリティミュージック、この後にまあオーディオ2がビッグヒット、アンダーグラウンドヒットですけどもね、出すわけです。まあこちらはもう誰が聞いても知ってる例のビートパターンでございます。行ってみましょう。これは87年リリースです。 Audio 2 Top Billing WREP Web Lunchtime Breaks を聞いていただいたのは Audio 2、 こちら1987年リリースのシングル Top Billing でした。こちらね、まあとにかくビートパターン、ドッ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 つったってそのビートパターンですね。これはあのまあその後に、メアリー・ジェブライジのリアルラブのオリジナルバージョンの方で、サンプリングされて、あそこ来るんだ、超かっけえじゃんみたいな、まああれがある意味ディディの仕掛けた感じの、まあ、ヒップホップソウル的なものの、一番ひな形を作ったというか、あのビートを使ったからこそヒップホップソウルと呼ばれたと言っても過言ではない。それがニュージャックスイングとヒップホップソウルという、なんかその、あの辺の感じの違いです。違いだった感じですね。はい。そしてですね、オーディオ2、まあ、これさっき、マーシーダディも50セントが引用言うてますけども、そこ、I get the paper so I don't care ですね。はい、そこです、ございます。はい、そこ使っておりますですね。はい、ということで、まあ、オーディオ2のトップビリーン、とにかくこれがまあ、アンダーグラウンドヒットしまくって、これのおかげでですね、この、ファーストプライオリティミュージックも、アトランティックとディストリビュート契約ができるようになったと。そういうことらしいでございます。そして、同じ年87年に、MC ライトもシングルを発売いたします。行ってみましょう。MC ライト、I claim to understand you.WREP Web Lunchtime Breaks お聞きいただいたのは MC Lai、 こちら87年のデビューシングル、Claim to Understand You でございました。はい、あとですね、ファーストプライオリティミュージック、まあこれはあのまあミルク D の仲間みたいな感じなんでございますけれども、早い段階から、リリースしたグループがもう一組いましてですね、アライアンスというグループ、まあ結局最終的にはアルバムは、1枚しか出なかった。ただね、86年にね、オーディオ2と、ミニアルバム、なんていうのかな。こう、いわゆるこう、二組で一枚のアルバム出すみたいな感じの。実は12インチっていう感じなのかな、これは。どうでしょうかね。3曲ずつ入ってた。さっきの、あ、はい、さっきの曲入ってないか。はい、3曲ずつ入ってたのがあるんですけど、それはちょっと自分持っていなくて残念ながら。はい、87年にリリースされました、ファーストシングル、行ってみましょう。アライアンス、ボストンルーズ。WREP Web Lunchtime Breaks お聞きいただいたのはアライアンス、こちらは87年リリースの、シングルバスティンルースでした。途中でね、キングオブチルってあのまあラッパーなんですけれども、あのこの方プロデューサーとしてもですね、ファーストプライオリティミュージックの楽曲いろいろプロデュースしてる方でですね、メイクドナドゥがイビル D 言うてんだけど、イビル D だってだっけ？イビル D がこのメンバーにいるんだっけ？俺なんか調べたけど出てこないんだよな。なんかそんな、なんかそんなようなことを聞いたような気がしないでもないし、どうなんでしょうか。あの、メクドナドゥさん、なかなかそう、もしそうだとしたらすげえよく知ってんな。ちょっとぜひぜひその辺の話していただけたら、ツイッターの方よろしくお願いいたします。ということで、88年になりましてですね、先ほどの MC ライトが、アルバムをリリースいたします。ライトアザロック。こちらの方は、まあ当時まだね、そのフィメールラッパーがガンガン、
やっと出始めてる感じ。ソルトンペッパー、まあ一人勝ちな状態ではございますけれども、その辺からどん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 、いろんな、フィメールラッパー、それこそクイーン・ラティファとかその辺も出てくる時期なんですけれども、88年に、アルバムをリリースしております。そちらから一曲いってみましょう。MC Light、Paper Thin。WREP ラップランシェンブレイク、さっき頂いたのは MC ライト、こちら、88年リリースのアルバム Light as a Rock から Paper Thin でした。はい、メクドナドゥさん、あ、イントロがミックステの、出囃子で使われておりましてです。あの If there's on the mix come on kiki、 はい、そういうことですね。これはあのイビルディが好きだったいうことですかね。はい、そんな感じでございますけれども、この年88年にはですね、このファーストプライオリティミュージック、レーベルコンピを出すわけですね。はい、これはまあいろいろな他のメンバーもいろいろ入っておりまして、そこからシングル、2曲出てたのかな。まず一発いってみたいと思います。オーディオ2 Many Styles。WREP Web ランチャンブレイク、さっき頂いたのはオーディオ2 Many Styles。こちらカーティス・メイフィールドサンプリングがバッチリでございますですな。はい、そしてですね、このアルバムからは、非常にあの特筆すべき楽曲が1曲、リリースシングル化とされてるんですけども、この後ね、ちょっとかけれればかけられればかけようかと思うんですけど、ポジティブ系の I Got a Man、 あのまあ、男子と女子でこうなんかこう声をかけこうなんかナンパしてる男子と女子のトークみたいなね、はい、ああいう形の楽曲、実はこれ、このアルバムにそれの雛形が入っておりまして、そちら行ってみたいと思います。 MC Light and Positive K、 I'm not having it。WREP Web ランチタイムブレイク、さっきいただいたのは MC Light and Positive K、 こちらファーストプライオリティミュージックファミリー、ベースメントフレーバーというコンピレーションアルバムに入っておりました。 I'm not having it でございます。はい、このアルバムね、他にもいろいろ先ほどのアライアンスとかも入ってますし、いろいろ入ってはいるんですけれども、ミシメイというですね、この方は、ジャマイカ生まれ、カナダ、トロント育ちの、ラッパーでいながら、ちょっとレゲエのフレーバーも入ってる、女子がいるんですけども、その方とですね、LA ラブという DJ が二人で、ミシミー&LA ラブという、ユニットをやってまして、なんか一番初めはね、ブギダンプロダクションズのね、トロント公演かなんかで、キャレスワンがステージに出して、なんか有名になったっていうところがなんか聞いてみますけども。まあなんかやっぱりそのレゲエとヒップホップ混ざった感じっていうところがポイントだったのかな。はい。その彼女たちも、この、コンピに一曲参加しております。行ってみましょう。Miss Me, LA Love, MC Light, Victory is Calling。One stop, Mr. Driver!WREP Web ランチタイムブレイク、さっきいただいたのは Miss Me, LA Love and MC Light で Victory is Calling でした。はい、先ほどから紹介しておりますファーストプライオリティミュージックレーベルのコンピレーションベースメントフレーバーから、ということで、本日はファーストプライオリティミュージック特集やっておりますけども、ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルなんとも特集続きます。皆さんそのまま Stay tuned。 WREP Web ランチタイムブレイク back again。 お次はこちら行きましょう。 MC Light、 Cha Cha Cha。 すいません、何か今ちょっとね変なことが起きておりますですね。これお、これは怪しいですね。ちょっとまずはこういうことしてみましょうか。はい、ちょっとなんかおかしい、曲が突然止まり、セラートの方が突然止まっているという状況になってるので、これもう一回こう行くといけんのかな。あ、これはおかしいですね。何が起きているのかわからない初の出来事が起きておりますけれども、これはセラート立ち上げ直ししましょう。はい、矢野武でございます。はい、どうもどうも、矢野武が喋ってるんで、はい、その間ね、はい、おつなぎしますんで、はい、パソコンを再起動したりですね、はい、していただければと思いますけども、はい、ツイッターの方から紹介してみたいと思います。はい、はい、お願いします。良平さん、ファイルの破損、そうかもしれない。でもやっぱりですね、そろそろお Mac さんの方ですね、いい加減買い替えた方がいいんじゃないかということですね。はい、この前一応ね、はい、大塚さんにね、中身はね、はい、SSD に変えていただいたりね、いろいろしたんですけどもね。もう、ね、もうそのおじいさんに鞭打ってるような、状態だと思いますんでね。はい、
はい、そうですね。健坊さんも、ね、パソコン変えられましたということですね。はい、はい。はい、健坊さん、ちなみにどうですか、あれ付きがないやつ、あれまだ USB のやつにしてるんでしたっけ。はい。じゃあ、ちょっと黙ってていただいてですね。はい、わかりました。僕が一人で治るまで喋りますんで。はい、はい、すいません。明日のこの時間ですね、毎週金曜日、お昼12時から14時はですね、ミュージックバトルチャンピオンシップザ、サードあ、サードシーズン。はい、サードシーズン。はい。はい、明日はなんと、DJ キャピタル T 対ミスタービーツ AK DJ セロリということでですね。はい。お題の方に関しましては、はい、今回ジブラ局長、まあ担当ということなんですけど。ミュージックドクターバトル。僕、まあスタッフなんですでにお題見てるんですけど、はい、すごい細かいですね。細かくなってきて。いや、いや、でも確かにほら、たけしがね、ほら、細かくすると、はい、結構その、ジャッジがしやすいっていうのを言ってくれて、確かにジャッジしやすいんですよ。そうですよね。はい。なんで、もう。かかりを一個作るとね。はい、もう細かくするしかねえなと思ってですね。そうなんですね。ただそれに細かくしすぎかってもうちょっと話もありますけれども。僕はまた今度ちょっとその逆をね、はい、いかにいけるかっていうのを考えてますけども。そうですね。はい、でも面白いですね。なかなか悩みの患者さんがいるということで、ね。そういうことですね。まあ、年齢の設定があったり。はい。年齢の設定全部ありますから、今回。はい。細かく細かく。でもいいですよね。はい。その方がこう、時代背景とかも関係してくるんでね。そうなんです。このくらいの年の方にはこういうのがいいんじゃないかとかね。だから、これ言ってみたらですね、ジャッジする方は少しやりやすくなった。はい、選曲する方は大変になったっていう可能性ありますけど、はい。そういうことですね。はい。どうなんですかね、はい、キャピタル T は実際どのくらいの幅で楽曲とかあいつは知ってるんですかね。いや、わかりませんね。レジェンド DJ ですからね。うん。どうなんですかね。最近はね。最近レジェンド DJ。アベマで噂のレジェンド DJ。はい、ちょっとわかんないんですけど、でも、はい、うん。まあ、あんだけね、スローバックのジャージも着てたらね、うん、90年代とかも詳しいんじゃないかなと。まあ、そうですよね。出ないとあのジャージがね、嘘になりますからね。そうですよね。そこまでは言いませんけど。まあ、とにかくプレッシャーかけておきましょうという感じがしております。でも、新譜は本当に詳しいんで、うん、めちゃくちゃ早いです。うん。でも今回あれですよ、悩める患者さんたち結構若い方多いんで、はい。はい、若い方多いってかよくわかんないですけど。あとやっぱりその場外乱闘が楽しみですね。そういうことですね。セロリさんがね、はい。どれだけ。お土産持ってくるのか、来ないのか。はい。どれだけバカな感じでやってくれるのか。ね、キャピタル T もでも一回お蕎麦持ってきましたよね。あ、そうですね。あれ、持ってきて。道玄坂で、はい、歩いてたら、ジブさんの声が聞こえて、ジブラ君その日蕎麦食いてえなって言ったんですよね。そうみたいです。そしたらセブンイレブンの蕎麦を買ってくる。はい。しかも3個買ってきましたからね、あれね。あんなに食えねえよっていうね。で、またもう買ってきて蕎麦からの力とかバカなこと言ってましたからね、本当に。どうしようもない。はい。とりあえず復活いたしましたんで、はい、ね、先ほどのチャチャチャはね、もしかしてかけると失敗すると怖いんで、次の曲行ってみたいと思います。MC ライトで、こちらも89年リリース、セカンドアルバムアイゾンですから、カプチーノ。と言ってかからないっていうパターンでございますですね。はい、これはちょっと一回USB を抜いてみましょう。はい、USB を抜いてみるといいことあるかもしれないぞ。はい、どうかなどうかな。USB を抜いてもそれに対して、お、来ました、反応来た。それでもう一回これを差し込むと、まるで魔法のようにセラートが動き始めるはず。お、いけそうです。MC ライトカプチーノ。WREP ラップランチタイムブレイク、さっきいただいたのは MC ライ、こちら、セカンドアルバム、アイゾンですから、カプチーノでございました。はい。ちょっとトラブルあったんでね、駆け足行かなきゃいけないなと思うんですけども、先ほど紹介した、ファーストプライオリティミュージックの、コンピレーションアルバムにはですね、ポジティブ系のフューチャリングとして参加していたバーシャなんですけれども、このバーシャさん、ここのね、ファーストプライオリティレーベルの中から、サブレーベルとしてですね、なんていうレーベルだったっけな、バムラッシュっていうレーベルがね、こちら、出まして、そこから1枚リリースがありましたでございます。行ってみましょう。こちら1990年リリース。バーシャー、Who's the Master?WREP Web Lunchtime Breaks お聞きいただいたのはバーシャー Who's the Master でした。はい、バーシャさんは正直あんまりパッとしなかったって印象ですかね。あまりパッとしなかったとしか言いようがないですかね。これがなぜこのサブレーベルが出たかのかとか、あんまりその辺よくわかってないんでございますけれども、お次行きましょう。お次も90年リリース。こちらはですね、
もともと、この辺の周りにいらっしゃった、グループでございますけれども。こっちはもうちょっとうまくいったんじゃないかな。行ってみましょう。Kings of Swing, Nod Your Head です。WRVP Web Lunch and Breaks。お聞きいただいたら、Kings of Swing。こちらも、先ほど言ったバムラッシュのレーベルの方からリリースされております。Nod Your Head ですでございました。これは当時ね、オーサム2のね、ラジオショーかなんかで聞いたのかな。はい。そんな印象がございますけれども。この後ね、You Know I Love You Baby って曲は結構ヒットしたんじゃないかな。はい。そちらも、たまにかけてるような気がするんで、そちらは、割愛させていただきたいと思います。もう一曲オーディオ2行ってみましょう。こちら、セカンドアルバム、I Don't Care The Album から、On The Road Again。WRVP Web Lunch and Bakes お聞きいただいたのは Audio 2セカンドアルバム、こちら90年リリースの I Don't Care The Album から On The Road Again でした。はい、この辺はなんかね、ニュージャックスイングとかともつなぎやすかったなという印象でございますですね。はい、ということで、お次行ってみたいんですけども、先ほどファーストプライオリティミュージックの、コンピに入っていた、トロント育ちのミシミーさんね、91年にやっとアルバムリリースに こぎつけるんですけれども、そちらから一曲いってみましょう。こちらがファーストシングルなのかな。ミシミー and LA Love Jamaican Funk Canadian Style。WREP Web Lunch Time Bakes お聞きいただいたのは Miss Me and LA Love で Jamaican Funk Canadian Style、 こちら91年リリースの、同名アルバムからでございます。このアルバムからはですね、もう一曲 All Night Stand という、シングルが出ててですね、こちらシャバランクスもちょっと参加したりとかしてる、そんな感じでございますけれども、はい、ということで、本日はファーストプライオリティミュージックレーベル特集やってきましたけど、もう一曲だけ行きましょう。先ほど、そのね、コンピレーションアルバムの方で、ひな形があったという、MC ライトとポジティブ K による I'm not having it、 そちらを、さらに新しく作り直したというか、そんな感じで、これはもう結構大ヒットいたしましたです。行ってみましょう。こちら92年リリース、 Positive K I got a man, man I can't fucking believe this. このね、非常にこのなんて言うんですかね、テンポのいい曲の途中でね、止まるとかっていうのはね、本当に良くないなと思いますけど、今日、非常に調子悪いので、健坊さんがもう用意してくれております。行ってみましょう。 Positive K I got a man。WRVP Web Lunch Time Breaks お聞きいただいたのは、ポジティブ K で I got a man でした。はい、まあこれはとにかくね、ナンパして彼氏いる、女子をに声かけて、私彼氏いるからってそんなん関係ねえやって、お前の彼氏が俺に何だってんだよみたいなことを言いながらひたすら口説くんですけれども、まあどちらかというとこう何ですかね、三枚目的な口説き方というか、俺ならこうするぜっつっても、いや私の彼の方が こんなことしてくれるのよみたいな感じでひたすらディスられる的なやつでございますけど、これ結構まあ受けた楽曲でございます。はい、ということで、これで、一部終了なので、今日のレップのラインナップを紹介させてください。まあちょっと今日トラブル続きだったもんでちょっとバタバタしております。本当に申し訳ありません。まずこの後、毎週、木曜日2部は DJ ケンボン&ワンエンツー、本日もそんな感じから言ってくれるのかな。そして2時からはプレイリスト、そして6時からは DJ ケダビーによるレップ6、6レップでございます。今日も生放送。8時からはソリッドスカイエンターテインメントのアンチェーンドレディオショー、こちらも生放送になってます。で9時からは、渡辺志保の DJ ズプレイリスト、今日はこちらは収録です。そして10時からはケイザブローと DJ ゴーのナイトクルーズ、こちら収録ですが今日で最終回となってしまいます。なのでぜひぜひ、お聞き逃しのないようチェックしてください。よろしくです。はい、ということでここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルのそうすいません、先ほど言ったようにね、来週からスクールオブヒップホップちょいちょい、ゲストを参加してもらおうかなと思いまして、まあゲストと昔の楽曲をいろいろ聞いていろいろ話してもらうみたいな感じなんですけども、4月1日木曜日、まず一発目は、マミーディー。はい。ということで、普段第三研究室の方で日本語ラップの研究はいろいろやってるんですけども、
こちらの方で、昔のヒストリーを二人で紐解けたらなというふうに思っております。なのでぜひぜひ来週木曜日、必聴でございます。よろしくです。そしてあとあれが先ほども柳田家の方から出ましたけれども、今週のミュージックバトルは DJ キャピタル T vs DJ セロリ AK ミスタービーツでございます。お題はミュージックドクターバトル、はい、7人の悩める患者さんに、曲を処方していただくと、そういう感じになっておりますので、そちらの方もお楽しみに。金曜日12時から2時間生放送です。はい、じゃあここでコマーシャル挟みまして、コマーシャルの後は DJ 健坊の1&2。皆さんそのままステイチューン。